時短メイクで初心者でもできるようなメイクを紹介したんですけれども、皆さんこんにちは、青木美沙子です。ロリータモデルと看護師と日本ロリータ協会会長のお仕事をしています。いつもはロリータファッションバンみたいな動画が多いんですけど、今回のカジュアルメイクは初心者さんでも朝時間がない方でも簡単にできるメイクをご紹介しちゃいます。普段カジュアルメイクの時に使っているのがワンデーアキビューディファインのブラウンのカラーを使っています。これはかなり使いやすいというか、目が乾きにくかったり、もちろんワンデーなどで清潔でもありますし、ずっとつけてても疲れないので、目にはかなりナース的にもいいものになっていますし、ナチュラルにもつけれるものなのでとてもおすすめです。ジルスチュアートのコンシーラーコントロールカラー04を顔全体につけました。特にクマが気になる部分には多めにつけて、手でトントン叩くような感じで染み込ませるようにつけました。これは全体につけることによってシミとかシワ隠しをしています。時短メイクなので、もうこれをダーッとつけて手でポンポンポンってやるだけでかなりシミシワ隠れるのでおすすめです。で、厚めにつけすぎちゃうとかなり化粧してるっていう感じになっちゃうとちょっと違和感があるので、薄めにつけます。ファンデーションはマキアージュのものを使っていて、一番明るいものを使っています。今回コンシーラーだけしかつけてない分、少し薄付きになっているので、しっかりとファンデーションをつけることによってカバーするようにしています。ファンデーションのつけ方としては、全体的につけた後にこの頬の部分が肌の質感が出てくる部分なので、目の下とかクマのところなどを全体的に濃いめにつけていきます。で、鼻の小鼻のところとか、あと顎の下とかも結構たかりやすい部分なので、そこにも多めに押し付けるような感じでつけるのがおすすめです。オーブクチュールのデザイニングプレシャスアイズ551番のピンク系のアイシャドウを使っています。これなんですけど、見たままメイクということで、開けてみるとこのように見たまま塗ればいいっていう、かなり時短に有効なものでして、ここが二重の幅、これがアイホール全体で、目の際これが涙袋みたいな感じに、もうこのまんま塗ればいいっていうアイテムになっているので、私もこのまんま塗りました。かなりメイクが苦手な方とか初心者の方でも、朝時間のない方でもこれ1個あればアイメイク完成できると思うので、とてもおすすめなのと、あとやっぱりふんわりとした印象になった方がカジュアルロリータ的には可愛いと思うので、ピンク系のアイシャドウを使いました。アイラインはラブライナーのヌーブルブラウンというブラウン系のものを使っています。黒だと結構濃くなりすぎてきつめのメイクになってしまって不自然になってしまうので、カジュアルロリータの時はこのブラウンで薄めのメイクにして、より可愛らしい自然な雰囲気に作り上げてます。ビューラーはジルスチュアートのビューラーを使っています。結構ピンクゴールドな感じでパッケージが可愛くて買ったんですけど、すごく上がりもいいのでとてもおすすめです。上げ方としては、まず下を向いて一回グイッと上げた後に、こう徐々に上げていくと、ふわっとした感じに上がるので、小刻みにこう上げていくみたいな感じでビューラーをやると、より自然によりしっかり上がるのでおすすめです。マスカラはデジャビューのラッシュノックアウトを使っています。こちらはボリュームがよく出るものになっていて、やっぱりつけまつげをしないとどうしてもボリュームが出にくくなってしまうので、上下いっぱいつけて、より自然な感じなんだけど可愛いまつげにしています。チークはジルスチュアートのブルーミングデューオイルインブラッシュ01番を使っているんですけど、これは新しくジルから出た商品でオイルインされているので、かなりよれにくくて発色もいいのが特徴なんですけど、中はこんな感じでピンク系のものがグラデーションになっているんですけど、私はこれをミックスして使っています。で、このハイライトっぽい部分がラメっぽくなっているので、全体にラメ感も出て陶器肌っぽいチークが作れます。イヴ・サンローランのリップなんですけど、ティントインされているのですごく発色も良くて、ずっと長続きするのがポイントで、あとうるうるっていう感じもあって、とても可愛いイヴ・サンローランのリップになっています。
います。最後のリップはジルスチュアートのいちご型のリップなんですけど、これはすごくグロスっぽくなっている部分もあって発色もいいんですけど、ポテッとしたリップを作ってくれるところがとても可愛いなと思っていて、さっきのイヴ・サンローランのリップだけだとグロス感も足りないので、それとプラスしてこれをつけるとよりピンクの色が増してとても可愛いのでおすすめです。あと匂いもすごく甘い香りがして女の子っぽい匂いもするので、それもおすすめの一つです。とこれだけ普通にバッグに入れてても可愛いので女子力アップとしてとてもおすすめのグロスです。今回のリボンアレンジなんですけど、私がおすすめしたいリボンがこういうオーガンジーのリボン、これすごく柔らかいリボンになっているので髪とも馴染みやすいですし、蝶々結びしても取れにくい素材になっているので、このオーガンジーも買っていただくとおすすめです。リボンって日本ってすごく高いイメージがあると思うんですけど、下島っていう浅草橋にある誰でも行ける問屋みたいな袋とかカードとか売ってるお店があるんですけど、そこでオーガンジーのリボンを私はまとめ買いしてるんですけど、そこで買うとこんだけ入っていて500円とかすごい安く売っているので、そこでリボンを調達しています。リボンの長さなんですけど、このてっぺん、ここにゴムで結んで蝶々結びしてリボンアレンジしていくので、この長さから倍になりますね。こう2つ折りにして倍の長さでカットしてリボンアレンジをしていくととてもやりやすくてリボンも無駄なく使えます。リボンをカットしたらまず両サイドですね、だいたい耳の1本上ぐらいのところにゴムを結びます。で両方とも同じぐらいで、なるべくあんまり量を取っちゃうとここのボリュームが出すぎちゃうので、ちょっと少なめの束でゴムで結んで両方くるりんぱしていきます。くるりんぱをしたらちょっとこう出してルーズっぽくするのと、ゴムを隠したいのでゴムの部分を蝶々結びしてパーッと垂らして、その垂らしているところを一緒に三つ編みしていきます。三つ編みをしたら最後ゴムで留めるんですけど、このオーガンジーのリボンをより強調して出した方が可愛いと思うので、最後に下から上ですね、編んだものを少しゆるく出して、よりリボンを目立たせるのと解くことによって可愛い印象になります。今回私が着ているお洋服はカジュアルロリータさんのブランドのでも有名なユルゲッタというブランドになります。これから春夏にかけてこういうボレロがすごく流行っているのでボレロを着ています。でボレロの中にはこういうブラウスを着ています。でロリータだと結構派手なブラウスを着て派手なジャンパースカートっていう印象があると思うんですけど、今回私が着ているルルゲッタさんというブランドはカジュアルロリータが好きなロリータさんの中でもかなり人気のあるブランドの一つなんですけど、このようにポリエステル、生地がシワにならないようなワンピースは多く出ているので、着ていてもすごく柔らかいし着心地もいいしシワにならなくて、私はよく海外遠征が多いので海外に行く時とかでも本当に何枚でも持っていけるぐらい、小さくしたらこのぐらいになっちゃうぐらい本当に持ち運び便利でシワにならなくて軽いカジュアルロリータ服になります。夏は特に涼しくて風通しもいいのでとてもおすすめですし、長さもロリータ丈なので膝下ぐらいになるのでとても可愛く着こなせますし、私はいつもロリータの時はパニエを3枚4枚5枚履いて結構ふわっとお椀型のようにしてるんですけど、カジュアルロリータの時はちょっとしおれた使い古したパニエを1枚だけ履いてふわっとした感じの大人っぽい印象にしています。今回ルルゲッタさんで今流行っているのがボレロなんですけど、だいたいロリータさんだとブラウスを着てワンピースジャンスカを着るっていうのが定番だと思うんですけど、ボレロを着たりとかカーディガンを羽織ることによって少しカジュアルダウンできるので、こういうボレロだったりカーディガンを着てもらって少しカジュアルな感じで目立たないロリータというか大人っぽいロリータを演出するのにもおすすめのアイテムになります。カジュアルロリータの中でディズニー好きなロリータさんも多いと思うんですけど、ロリータブランドさんでディズニーコラボしてるブランドさんもベイビーさんとかプリティさんとかあるんですけど、私がよく着ているのがシークレットハニーさんのディズニーコラボのお洋服です。今着ているジャンスカなんですけど、これ
それは美女と野獣の映画のベルが劇中に着てるお洋服なんですけど、それのコラボのお洋服になります。ロリータさんなので双子とか三つ子とかしてディズニーに行ったりとかするのがすごく流行ってるんですけど、シーハニーを着てディズニーに行くっていうのもカジュアルロリータさんの中ですごく流行っていて、私もよくこういうのを着て双子とか三つ子でカジュアルロリータでディズニーに行っています。そんな感じで着るのもおすすめです。こちらもカジュアルなロリータさんなので、上にカーディガンを着たり、私みたいに中にブラウスを着てみたり、パニエは1枚にしてちょっとおしとやかな雰囲気にしても可愛いと思います。あとベル風のお洋服なので髪型もベルっぽい髪型に合わせてみました。カジュアルロリータさんでもかなり人気、多分ナンバーワンと言っていいほど人気がある老舗のお店なんですけど、ミルクというブランドさんもカジュアルロリータの代表的な一つです。私が今日着ているのはラブベリーという柄のお洋服なんですけど、こういう結構ミルクさんらしいちょっとパンチのあるようなお洋服が人気です。今日はちょっと持ってないんですけど、ロリータちゃんみんな持っているのがハートの形をしたバッグがミルクの代表的なバッグなんですけど、それを持ってる方も多くて大人気アイテムで、毎年何種類も何色も出ているので、お洋服に合わせて私も黒とかピンクとか赤とか何色も持っています。特に普通にお仕事に行ったり旅行に行ったりとか学校に行ったりとかするときに、ちょっとロリータだとっていうときはミルクさんとかルルゲッタさんとか先ほどみたいなシークレットハニーさんとかを着ていくと、より着やすくて動きやすくて目立ちにくいというか、気軽に着やすい普段着ロリータの一つになっているので、皆さんぜひ挑戦してみてください。今回はカジュアルロリータということで、とても簡単に時短メイクで初心者でもできるようなメイクを紹介したんですけれども、お洋服もいろいろあって、カジュアルロリータの代表的なブランドルルゲッタさんとかミルクさんとか、ディズニーコラボが多いシークレットハニーさんとかエミリーテンプルキュートさんとか、カジュアルロリータの中でもいっぱいブランドがあるので、そういったコーディネートもご紹介していきました。これからもいろいろ動画を配信していくと思うので、皆さんぜひチェックしてみてください。私の動画もいっぱいアップされてるので、可愛いパティンさんいっぱい見てくださいね。それではバイバーイ。